はい、どうもおめでございます。名探偵エヴァンゲリオンというね、どう聞いても地雷なんですけど、このゲームのタイトルは、今回はこのゲームをやっていきたいと思います。まあ、リクエストもあったし、俺も気になってはいたので、かなり昔のゲームになるんですが、プレステ2のゲームですね。今回はこちらの名探偵エヴァンゲリオンやっていきたいと思います。前情報全くなくて、どんな話なのかとかも全くなんかチラッとなんか知ってるような気もしなくもないんやけど、まあ、ほぼ覚えてないのでやっていきましょう。お手柔らかにお願いします。頼むから、なんか著作権的な曲流すなよ。父さん。あ、父さん、父さん。父さん。司令。父さん、父さん。今思えばそうです、声優が、声、立木さん。マダオが。あ、これは楽しいやつだ。すでに。フルボイス？もしかして。僕に何をさせるつもりなんだよ。こんな夢にまで出てきて。腹から声出せ。碇シンジ。まあ、エヴァンゲリオンを知らない人でもそこそこ楽しんでいただく。ダメですって。ダメですって。それはさすがにまずいですよ。ごめん、ここカットするわ。あ、終わりました。まさかの2番だったしね。速攻放り込んできたな、このゲーム。時に西暦2015年4月3日午後1時5分。あ、終わったんかと思った。新吉祥寺駅南口。なんでなんで、もうちょいボリューム上げてもいいかな。あ、この服は微妙に荒い。し、場面の切り替えもうちょっと早くしよっか。もうちょっと頑張ろう。さすがプレステ2やな。しかもかなり古いプレステ2でやってるからね。通じないよ。やっぱり来るんじゃなかった。これどういう状況なんだ。避難ってどこに行けばいいんだよ。まだこれあれかな、エヴァとかそういうのも全く関係ない。穏やかじゃないな。撃ったやん。近くだ。犯人追跡中の警官隊全滅。懐かしいな。懐かしい声だ。普通に殺人事件なんてことだよ。連続殺人事件通り前。分析パターン青。まさか15年ぶりだな。ああ、間違いない。あ、使徒。あ、なんだ、使徒シュール。え、これ名探偵エヴァンゲリオンですよね。いや、全く分かってないんですけど、どんな内容なのか。あ、まあでも頑張ってるっちゃ頑張ってんのかな。怖い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 。ホラーゲームやないか。おお。あ、綾波さん、どこも怪我してないし。大ごと大ごと。お、助けんかい。お前男の子やろ。ピーついてんのかお前。デモじゃねえよ。デモじゃねえよ。助けろよ。何がデモやねん。連絡を取って。繋がりません。何やってんの、ミサ。さっきいましたよ。
Now loading. テンポがいまいち良くないな。ダウンロード版とかやったらかなりサクサクすんね。No, no, 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 no. どういうことどういうことどういうこと。おいおいやめろ。おいおいおいおら。おい、そういうことなんすか。おらおらやんのかおい。おいこっちだってピーついとんねん。ダメだ聞いていない。じゃあこっちか。あ違うの。いて。L2 ボタン、R2 ボタン、んこれ同時押しってこと？そい。そい。あ？そ。あ痛い痛い。おいしょ、いって。説明不足が過ぎる。ああそういうこと、そういうことね。なるほどね。こういうゲームなんですか。あ痛そう。痛い。いやでもそんなに減ってないから大丈夫。お前どこ向いとんの。ごめん、もう早速早送り案件や。操作性悪すぎるわ。これ今の時代やったら売れないですよ。怒られますよ、この操作性だけで。もうコントローラーを使わない世代だっていっぱいいるんやから。コントローラー使う世代ですけどね、私は。そしてロードが長い。怖い。違う、ゲーム出るゲーム違うんよ。お前は完全にシーンとかに出てくるやつない。事故。桂木さんですか。なんで知ってんの。ごめんお待たせ。ああ三井さん。あの野郎、こんじらかまそったってそうはいかのなんとかよ。なんて。ちなみにその人、野郎じゃなくてアマです。ごめん、あいつを追わなきゃならないの。すぐに救急車が来るわ。その子お願いね。なすもんですか。よろしく頼むよ。君、大丈夫？もう少しの辛抱だから。いやこの子絶対大丈夫だよ。追わないと。クソほど血吸われてたよ。また人が死ぬ。ダメだよ、こんな怪我してるのに。君が死んじゃうよ。俺がもたもたしたせいみたいなとこあるからね。私の代わりはいるもの。ちなみに私、そういう熱狂的なファンでも何でもないので、ぜひお手柔らかにお願いします。綾波レイ、第4武州病院へ搬送されます。303号室を確保。盗聴器の電波は検出されませんでした。上下左右の部屋も押さえて。世界観としてはやってます。ミサト、桂木一、まだ連絡が取れません。エヴァの世界観なんだね。警視庁の警官、8割が住職。パロディとか。残るはあなた方お偉いさんというわけですか。誰と喋ってる。ともかく今から本件の捜査権は君に移った。だが君なら勝てるのかね。そのためのエルフです。期待してるよ。夢で父さん死んだのか。パターン青からオレンジ、使徒の反応は消失、現在位置不明。正体を隠せるのか。どうするつもりかね。例は使えんよ。問題ない、代わりはすでに現着している。またロードですか。あよかった。こんなのってもうずっとこのパートでいいよ。俺読みゲー得意なんで。読みゲーに得意も何もないんだけど。代わりって値のこと？もしかして。ん？何その角度。また人が死ぬ。不安になる。こんなところにいたら僕が危ないよ。危ないから どこか行かなきゃ。でもどこに。そっか、桂木さんのところならきっと。犯人を探せば桂木さんはそこにいるはずだ。探しに行かなきゃ。それに真司君はそんなに行動派じゃないです。犯人を見つければ
あの子も安心して病院にいられるはずだよ。ちゃんと単行本読んで。行かなきゃ。シンジ君そんな行動力ないから。同日13時30分、追跡開始。やだよ、すげえ顔。こんなの嫌だ。なんかもう俺の好きな感じになってきたやん。よかった、ずっとアクションパートみたいな感じだったらどうしようかと思った。どっちかっていうと絶対絶命都市みたいな感じなんかと思った。怖いけど喋ってないよね、俺だよね。行かなくちゃ。そらそうだよね、フルボイスってことはないわな、この時代に。嫌だよ。喋んのかよ。もうこんなの嫌だ。うるせえの、毎回言うのそれ。話す、誰とだよ。話せる人なんて寂しいこと言うな。ファイルって何？セーブ？使えるものなんて持ってないよ。あ、なんかオートになってる。あ、な、うん、落ち着いて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 。ちょっとごめんね。失礼しました。ごめんね、コントローラーが暴走してた。ゲームに戻る。調べる。これ、あいつの血かな。もうちょっとテンポよくしゃべって。なんかこれなん、オートモードって何？はい、いつのさ。これでいいのか。ケンスケ。誰？ああ、ごめん。俺は相田ケンスケ。ただの中学生。それより君、あの化け物を探してんだろ？知ってるの？まあね。まあねじゃねえよ。まあねじゃ済まないやろ、あいつのこと知ってたら。本当？俺見てたんだよ、君の戦いっぷり。いや、すごかったな。助けろや。かっこよかったぜ。助けろや。な、どっちに行ったか教える代わりに、後で事件の話聞かせてくれないか。クズかよ。おっし、取引成立だな。犯人は東急の方へ行ったぜ。東急ね。ありがとう。じゃあ取引の件忘れないでくれよな。取引って応じてないじゃん。じゃあ、話せんのこれ、ケンスケと。あ、話せんのか。取引の件忘れないでくれ。あ、わかったわかった、ごめんごめん。了解了解。じゃあな。東急前。東急はこっちのはずなんだけど。あの、字幕のスピードと合ってないよな。おお。じゃあ、調べる。さっきの女の子、僕を助けてくれた女の子に似てたような。いや、何その顔。まさかね。表情豊かですね、シンジ君。話す、誰もいないわな。警報が鳴ったのに結構人がいるな。ああ、そうなんや。移動でいいのかな。あの子、そりゃそうだよ、追わなきゃ話進まないからね。やっぱりおかしい、なんであの子が。調べる。あ、なんかもう早くも突っ込んでくるんだ、いろんなキャラを。あの子、さっきの子と制服は同じだ。話を聞けば何かわかるかも。話す。あの、今こっちに君と同じ制服を着た女の子が来なかったから。お前も制服着とるやないか。え、制服？ああ、うちの学校の生徒なら綾波さんが向こうへ行ったけど。綾波。ところであなた誰？あ、僕は碇シンジ。碇シンジ？ああ、先生から聞いてるわ。明日からうちのクラスに来る転校生さんね。私はホラキヒカリよ。よろしくね。転校生の前情報ってあるもんな。普通なくない？よろしく。光やから知ってんのかな。一緒に避難しましょう。僕はちょっと用事が。君は早く逃げてください。じゃあ、それじゃあ。字幕仕事して。字幕さん仕事してください。ちょっと君、これ慣れる前時間かかんな。レフト前やめろ。9割ブラック。
じゃないよ。どこ見たんだ。ヤクザか。ごめん。この鈴原当時様をどつき飛ばしといて。その心ないごめん。何様や。ごめんなさい。僕は碇信二。ちょっと人を探してて急いでたんだ。いいな、懐かしい顔。闇落ちしてますけどね。あ、なんか乗っ取られたとかじゃないの、あれ絶対。綾波に何か用か。綾波。そうや。綾波レイはわしのクラスメートや。まあ、さっきの綾波ではないんだろうけどね。どうしたんじゃ。説明してる暇はないんだ。ごめん。裸足の喧嘩。待て、言われて待つやつがおるかい。びっくりした。お前ずっとびっくりしてんな。一体どこに。綾波レイか。綾波レイ、使徒に襲われた信者を助けた女の子、使徒との戦いで負傷し病院へ搬送された。しかしその後に新吉祥寺の町で目撃、クラスメートからも確認が取れている。まあまあ、何人かいるんでしょうね。犯人の血の跡もない。どうしようか。犯人の血の跡もない。うん、調べる。一緒か。地道に歩いてみるしかないか。あ、移動すればいいってことか。なんかもう探偵もクソも今のところないけどね。前方へ。前方へっていう選択肢なんだ。普通に歩いていけや。遠くには行っていないはずなんだけど、おかしいな。字幕スピードだけでも早めたいな。あ、まあでも俺が飛ばせばいいのか。喋らないって分かったときは。移動。吉祥寺ゴール前。あ、戻んの。この辺調べたらいいの。じゃあ、移動。あ、神社前交差点ってさっきのとこだよね。こっから移動できないの。あ、戻るしかないのか。なんかやっぱ調べればいいんかな。話す。じゃあ移動して吉祥寺前に行って、でここでレフト前に行ってみようか。あ、これなんか意外と楽しいかもしれないぞ。遠くには行ってないはずなんだけど、おかしいな。一緒だな。話しかけられそうな人はいない。いろんなとこ行かなきゃいけないのかな。元町通り。調べる。あー、でもどこも一緒やな。じゃあ、アーケードの見える方。あ、いろんなとこに行けんのね。なるほどなるほど。調べる。一緒かい。話す。誰もいないわな。はいはいはい。ごめんね。ちょっとぐだつかせて。最初だから。で、移動を。レフト前は行った。アーケード街も行った。パリコ。パリコ八百屋。パリコ。あ、戻ってきたのか。調べる。なんかもう積んだみたいな話はないよね。誰もいないもんね。交差点やったらあいつがいるんじゃないの。あ、もういないのか。調べる。ん？じゃあ投球前に行って。完全に見失った。もう完全に見失ったな。やあ。ああ、なんだ、もう一緒に行動しよう。じゃあ。君は。話す。よっ、化け物は見つかった？見つかってないよ。いや、それがこっちに来なかった。いや、見てないよ。さっき警察にも聞かれたけど、完全に姿をくらましたみたいだね。警察も見失っちゃったのか。操作は難航中と。煽ってますかね、もしかして。あの、カチャカチャ。それで他に手がかりは何かないの。煽ってますね、これは完全に。健介くん、シンジ君のことを煽
煽ってますね。ファイルとかになんかないの？シドニー、あーなるほどね、こういうのが見れるってことか、ファイルでは。調べる。こんな時に怖くないのかな。これあれか。それで他に手がかりは？手がかり、ないよ。彼の話を、だって何も話してくれないやもん。それで他に手がかりは？手がかり、どういうこと。あ、そういうことね。綾波レイって説明不足。綾波ってこの綾波？どの綾波？あ、そんなんで写真持っとんねん。そう、この子だよ。気持ち悪いじゃんお前。名前聞いた瞬間にパッて写真出てくるの相当気持ち悪いぞお前。さあ、クラスメイトってだけで詳しいことは何も知らないんだよな。なお気持ち悪いわ。あんまり学校に来ないし、来てもほとんど喋らないし、謎だらけ。じゃあなんで写真持っとんねん。その写真もらえないかな。いいぜ。でもただってわけにはいかないな。捜査の秘密情報と交換だ。こいつがなんか情報握ってるように見えんのか。何のこと？とぼけなくてもいいって。さあ教えてくれよ。秘密情報って言ってもこれぐらいしか。どれ？何？話す？とぼけなくてもいいって。俺なんか持ってる？これ？これぐらいしか持ってないもんね。間違えた。やっぱり綾波か。うん。どうして君がこの写真を欲しがるのか、そこに秘密があると思ったんだよな。ああ、そう。秘密って言っても気持ち悪いなこいつ。ちょっと気になることがあるだけで。腹から声出せ。続けてカチャカチャすんだ。君も見てたと思うけど、救急車で運ばれていっただろう。とても歩ける状態じゃなかった。それなのにこの辺で何度も生き量じゃない。確かに妙な話だね。それで？それだけ。それだけか。それだけかじゃねえよ、失礼だな。持っていきなよ。いいの？何くれたの？その写真を使って、写真、もっと大きな情報をつかんでくれよな。写真を使って情報をつかめると思ってんのかお前。ありがとう。世の中舐めすぎぞ。いくらなんでも相田健介からもらった綾波霊の写真、聞こみ捜査に使えそうだ。まあ使えるだろうけどさ、この子 見かけませんでしたとか、こっちは使えるだろうけど、なんでお前この写真持っとんねん。急に喋らなくなるしな。そうだ、化け物は見かけなかったけど綾波ならチラッと見かけたぜ。最初に言え。探しとる言うとるやろ。本当に？ああ、遠目に見ただけだけど、あれは間違いなく綾波だった。アーケード街の方に向かっていたみたいだねん。テンポが読みづらい。ありがとう。早速行ってみるよ。よし、アーケード街か。確か向こうだったな。行ってみよう。じゃあアーケード街の方行ってみましょうか。終わりどころ難しいな。もう一イベントぐらい起こしたいところではあるけど、調べる。さっきもらった写真で聞き込みをすれば何か手がかりがつかめるかもしれない。誰かいない？話そうな人はいない。さっきの男の子も僕と同じ学校なんだよな、きっと。聞き込みってこの写真を使えばいいの？はい。この子見ませんでしたか？さあ、見なかったね。雑じゃない聞き込み。アーケード街の方に行ったやろ。右手の店。ああ、いろんなとこ、めっけ、思ったより細かく見れんねんな。本屋やないか。いらっしゃいませ、避難警告出てんのに。見かけませんでしたか？余裕やな、この地球の人たち。どっかで見たような。そうだ、声優に入ってくの見たわよ。声優。感じでいいよ。ありがとうございます。なんでわざわざ声優にしたん？
じゃあ、間違えた。声優、声優、声優、前通り。あ、おったおったおった。悪い顔しとんで、声優。君、ちょっと待って。待つのは君だ。なんでよ。せめてなんかさ、顔暗い感じにしてくれてもいいからさ。ああ、用意されてた。あの子と知り合いなんだね。知り合いっていうか。知らない人です。だったら代金を払ってもらうよ。ええ。あの子学校の制服を万引きしていったんだ。あんな目にあった後に。ちなみでも制服を置いて。第一中学校指定の制服、血まみれでボロボロになってしまっている。そんなクソしょうもない犯罪を犯したの？これは綾波さん。なんやねん。いや、なんやねん、説明不足。犯人があの子のふりをして。だから犯人はあの子なんだって。はい、めっちゃ怒ってんな。ありがとうございました。はい、きっとそうですじゃないよ。ちょっと代金は。電話行くよ電話。学校に血まみれの制服を置いてったヤバいやつがオタクの学校にいるんですけど。誰やねん、全力の誰やねん。なんか制作スタッフとかやろ絶対。何か言うんです、こっちのセリフだわ。ツッコミどころが多すぎる。怖いよこの人。すみません、この子見かけませんでしたか？ああ、学校の方へかけてったよ。うん、徳さんありがとう。学校？急がないと大変なことになる。なんで？人が死ぬ？同日14時5分。何が何だか分からん。学校、あいつここに逃げ込んだのかな。ちなみにセーブとかってできるんですかね。ブッて、あ、音量調整とかできるやん。あはんはんはん。何、アクションパ、あ、アクションパートってああいうことか。あ、そうそう、文字の表示速度は、なんかもうやや速いから速いの速度の差すごくない？桃鉄ぐらいの、まあでも速いぐらいでいいよね絶対。でごめんね、なんかちょっとパート1でグダグダしてしまって申し訳ないんですけど、今回はここまでで終わっとこうかな。ちょっと初めてのセーブをしておこう。これでだいぶもたもたがなくなると思うので、表示速度がな、セーブめっちゃかかるやん、セーブめっちゃかかるやん。あ、そんなにかかる？じゃあ、あ、はい、はーい、はい、ってことで今回はここまでで終わりたいと思います。久々にグダったね、こんなに。俺ゲーム実況でこんなにグダったん結構久しぶりかもしれない。はい、ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。こんなタイミングで終わっていいのかな。またね。